ただいま。マリン、おかえり。あ、お母さん、また飲んでるの？今日は早かったのね。最近いつも遅いから。ちょっとバイトとサークルの両立で疲れちゃって、早めに上がらせてもらった。あ、サークル活動？楽しそうね。ひた。そんなことしてる暇があるならバイトしなさい。遊びに使う金なんてうちにはないの。別にお金でお母さんに迷惑かけてないでしょ。自分の人生は自分で完結させます。まあ、あなたって本当ドライアイスみたいね。確かに冷たくてドライな反応してるけど、その思考を要する例えやめてよ。そうやってすぐ怒るってことはやっぱドライアイスね。沸点で判断しないで。怒りの沸点は低くないので。そもそもあなたが稼がないで弟はどうするのよ。じゃあお母さんがその先我慢すればいいじゃない。私だって最近サークルこれでも行ってない方なのに、なんで私ばっか我慢しなきゃいけないの。それはあなたが子供だからよ。親に育ててもらった恩でもんがあるでしょ。まともに育ててもらった覚えはない。ねえマーリン、お金ちょうだい。そうだ、夜のいい仕事があるのよ。よかったらあなたもどう。はあ、それ娘に対して言うセリフ。関ヶ原は帰れないって言うでしょ。背に腹は変えられないね。石田軍のピンチを形容したことわざではないから。ねえママも苦労してるのよ。家族のピンチは自分のピンチでしょ。それなのにあなた勝手に私立の大学に行ってサークル活動に明け暮れるなんてそのピンチを作ったのはあんただろうが。え、あんたがお父さんを強引にでも引き止めないから家族ごと捨てられたのよ。どこぞの知らない女に。母親に向かってその口の聞き方は何。私はお母さんみたいにはならない。どんな手を使っても好きな人は自分で手に入れてみせる。ガキが恋を語るな。大学生だからもう大人だから。特待で受かったから奨学金ももらえてるし、ちゃんとバイトして毎月家にお金も入れてる。だからこれ以上私の人生に口出ししないで。なんでこんな冷たい子に育ったんだか。親の心を親知らずとはこのことだわ。それ大九死の最高峰に位置する派だから家族のピンチが自分のピンチなら私のピンチも助けてよどうしたの後輩ちゃん。何か困ったことがあったら何でも言ってね困ったことは全部自分で解決してきた。私の人生は私だけで生きていく。誰の助けもいらない。そうだ、いいこと思いついた